ラジオ始まりました。どうもすいません、今日もご一気に来て。ね、そうだよ、俺半から待ってんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。半からあのローソンでささやかを持っているんだよ。ささやかな、はい、どうもすいません。すいません、なんか、もう今頃は終わりの季節なんでしょうか、もう本当にね、もう本当に。なんていうか、あ、高本さんからこんにちはと来てます、ありがとうございます。そうですね、夜ですからね、一応時間的に放送の時間はこんにちはですね。こんにちは、こんにちは。あ、ませ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 、あ、こっち側か、ませ、はい、よろしくお願いします。こんばんはですね、こんばんはですね、どうも間違えました、はい、ヤフーさん、はい、何かおしゃべりしたいことありますか。僕急いできたんで、なんか何も考えてないですよね。何も考えてないんですね、うん、何かしゃべらないといけないですよね、うん、じゃあ時事ネタっていうか、時事ネタで、時事ネタのなんかその時系列のお話も知らないという状況なんですけどね、最近あった何かのこと、R 君のことは言わない方がいいのかなR 君、ええ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ヤフーさんのいいんじゃないですか。ちょっと人事委員会に審査をかけないといけないですからね。先々週のあのなんとか講演がありますからね。あれ思いっきり放送禁止でしたからね。あ、本当？うん。まあね、そうね。まあ R 君ね、まあ、この番組も何回か出ている R 君。新しいネクストステージに突入したんですよね。なんかこう抽象的な感じでこうまるっと伝えるっていうことはできないですかね。あ、うん、なんかこう具体名を言わないで、具体名を言わないで、具体名を言わないで、 R 君、 R 君が新たなステージに立ったっていうね、なんで階段を上ってね、今なんだっけ、乾杯バーなんとかって歌ありましたよ、なんでしたっけあの歌詞、うん、まあ、そんな感じなんですよね。なんか人生の新たなネクストステージに立とうとしてるんですよね。すごい門出ですよね、長渕剛、あ、そうそう、長渕剛乾杯でしたね、そうでしたね。長渕剛はなんか最近っていうかこの10年20年ぐらいすごいマッチョになってますね。極真空手やってるんでしたっけ、何やってたんですか、武道やってるんですよね。あ、昔はなんかなよなよした感じだったんですけどね、うん、なんか今なんかもう武闘派だってますね、長渕剛、うん、ヤフーさんは長渕剛さんの曲で好きな曲とかありますか。ろくなもんじゃねー、あー、いいですね、ろくなもんじゃないですね。確かに長渕剛さんはろくなもんじゃないかもしれないですね、うん、奥さんにひどいことをいっぱいやったみたいですね、なんかそういう悪い噂をなんか聞いたことありますね、うんうん、なんかサザンの桑田佳祐となんかすごく仲悪いっていう噂がありますね、うん、なんかあんまり好きじゃないみたいな お互いが、うん、桑田佳祐もなんか一応フレンドリーだけどなんかちょっとバカにしてるみたいな感じっていう噂話を聞いた覚えがあります、ね、なかなか芸能人いろいろあるんですね。引きこもこもでございます、バー、あ、エコーこれだった、うん、間違えちゃったのよ、で中村敦美さんからこんにちは遊びに来ました、ありがとうございます、もう本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。実は中村敦美さんに先ほど、朝電話したんですね、出ないねみたいなこうオファーをしたんですよ。で僕がするのがなんか不思議でしょうがないですけどね、僕がやってる番組じゃないですけどねこれが不思議でしょうがないですけどね、なんか出にくいみたいなことを言われて、でこの苦言を なんで僕が言わないといけないのかなみたいなことを言ってね、うん、なんかもうマネージャーみたいになっている僕、なんなんですかね、うん、わからない、マスクマンマネージャーだから、この番組のね、なんかこの番組のメインパーソナリティなんですかね、僕はね、何なんですかね、メインパーソナリティ、でもお金一切もらってないですけどね、で僕ももらってない、そうもらってないですよね、個人的なことをベラベラ喋ってね、これ本当にあれよくないんじゃないかなって僕思うんですけどね、
あの僕の個人的なことがどんどんバレていくっていうね、そう、うん、言うことないから個人的なこと話すんですけどね、個人的なこと話してて、ね、こう皆さん楽しいのかなっていうのが不思議でしょうがないんですけどね、どうなんですかね。でもマニアックなこと言ってたら伝わらないっていうこの悲哀がありますね、悲しいですね。いや、うん、こうやってベラベラ喋ってからこう時間を稼いでるっていう状況なんですけど、今ねどうなんでしょうかね。あ、うん、辛いですね、うん、マスクマンの個人情報、はい、なんで個人情報のコーナーですか。最近個人情報を厳しそう、最近足を怪我した。あそうですね、ヘルニア椎間板ヘルニアというやつになったよ。わお、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 今も痛いよ。俺もなったことあるけど痛かったよ。なんかあの逸話がありましてね、ヤフーさんがですね、うん、あの金曜日でした、うん、先々週の、うん、息量を飛ばしたんですよね僕にね。キーボトさんという方にも飛ばしてね、でその方はマンホールでこけたらしいんですよね。恐ろしいですね、あのヤフーさんのパワーは本当に怖いですね。ダークパワーですね。飛んでけ飛んでけってやったら、やめてください。本当にもう本当に痛くなってね、もう大変ですよ。私の、あ、中村夏美さんから、私の腰の痛みから足に来てます。すごいです、痛いですね。あの生まれて初めてこの痛み、こういうこのね、腰痛の痛みっていうのを体験しててね、腰痛というよりも腰痛はなくて足の痛みに出てるんですね。なんかヘルニアってなんかそういうのが出るらしくて、もう先週の木曜日ぐらいから痛み出して、土曜日がマックスでしたね。あ、土曜日が本当に痛くて、あれはやっちゃいけないことだったのね。そうですね、息量はやめてくださいていうか落としてください、息量を。僕怖いですこれ。僕おかげで働くよ。じゃあヤフーさんのついてたなんか悪霊的なものが僕に取り移ったんですかね。怖いですね、恐ろしいですよ、それ大変じゃないですか。僕霊とかそんなの信じないっていうか分からないですけど、そういうのを間近にこういう痛みとして味わったらなんか怖いですね。もう稲川十字部屋に怖いよ、すごいよ、怖いよ、きついよって言いたくなっちゃいますよ。本当に怖いですね。本当にあるんですね。ある、ちょっと冗談だったんですけど。冗談だったんだ、怖いですね。でも僕だけじゃなくて T なんとかさんっていうのもなってますからね。なってますね、マンホールにこけるという ね、 ね、なってます。何かヤフーさんはそういうパワーがあるんですかね。恐ろしいですね。なんかもっといいことに使ってほしいですね、個人的に。いいことに使ってください。なんかあの金浜さんの毛を生やすとか、とある人のピロティーをもうふさふさにするとか、そういう方面でやってください。あ、よろしくお願いします。はい、わかりました、やってみます。あ、じゃあ 今やってみませんか、テクマクマヤコン的な呪文を唱えて。テクマクマヤコン、髪をふさふさになれ。番組中お聞き苦しい点がありましたことを誠に陳謝しますっていうのは冗談です、なるんですね。じゃあ一緒にやりますか。一緒にやったらなんか本当に放送事故みたいな事態になるんだと思うんですけどね、この番組は何なんだっていう感じになるんですけどね。まあ元からカオティックな番組ではあるんですけどね、何なんですかね、うん、しかしまあ緩和球大何をしたらいいんだろう、話すことが何を話したらいいんだ。今週何か、先々週今週と何かありました。ヤフーさんはもう腰痛があまりにも痛くて、腰痛なんですか。腰痛っぽい痛みなんですよ。なんか背骨、あの序骨、あ、脊椎空洞症、あのあばらがなんか折れたっていうのが先月ぐらいありましたね。ありましたね、はい、あれはどうだったんですか。あれは治りました。治ったんですか、はい、
折れたのが治ったんですか。はい、折れたの治りました。え、すごいですね。すごい回復ですね。折れたの治って、はい、今度その背中が痛くなって、それも治って。はい、へえ、すごいですね。治るの早いですね。ロキソニンの力はすごいですよ。あ、そうなんですか。ロキソニン僕効かないですよ。中村夏美さんから、マスクマンヤーフーさん、オリンピックは見てますか。私は昨日スケボーを見ましたって。あ、オリンピックやってるんですね。あ、すいません、全く見てませんでした。テレビが実は僕ん家のテレビですね、あのアンテナがの、あの入り口の線が折れてて、それが3ヶ月ぐらい前に折れてて、テレビ一切見てないんですね僕実はね、うん、元からテレビ見てないんですけどね、うん、なかなかテレビつけてても、あの朝出勤前に目覚ましテレビのニュースをチラチラ眺めるぐらいだったんですけどね、なんかこの10年ぐらいテレビを全く見ない状態になってますね。ヤフーさんはテレビ見ます？テレビはつけてもね、見ませんね。見ませんか、うん、最近ネットの世界が多くなってテレビ見ない人増えてるみたいですね、うん、若い人もテレビ見ない、テレビ離れが起こってるみたいですね、うん、恐ろしい。でも久しぶりビデオ変えてきた。え、ビデオ、何のビデオですか。ツタヤとかやってるんですか。ツタヤとかありますよ。え、シリリューボーのツタヤはやる。あ、そうなんですか。あ、高尾さんから、昨日一昨日からエーサー祭りフェスが始まってますね。昨日は活連で祭事がありましたね。個人配信で見ました。暑い中元気に演舞していましたね。あ、エーサーはいいっすね。いいですね。あの中学か小学校の頃、国際通りをあのエーサーの格好をして太鼓叩いて踊るっていうのをやりましたね。すごいですね。夏休み中練習したんですよ。すごいですね。2人ともエコーですよ。エコーですね。すごいですね、うんうん、あ、アクモさんどうもありがとうございます、うん、あのなんかあのね、夏休み中練習したんですよね、うん、あの草原寺って那覇にありますよね。僕那覇に住んでたんですよ、小学校の頃は。那覇に住んでて、うん、東京では新宿で沖縄フェスティバルがありましたからね。あ、そうなんですね、うん、へえ。ああ、なんか とある方がなんか出るのをなんか見たような気がする。とある方のこの具体名をちょっとあの言っちゃいけないかなみたいな感じで言わないんですけどね、うんうん、なんかはい、そうですね。ありがたい話で、はい、なんか沖縄フェスみたいなあったみたいですね、そういえば。あ、中村夏美さんから、私の家も毎晩エーサーの練習の掛け声が聞こえてきてすごくいい感じです。エーサーの音はやっぱり良いですね。いいですね、いいですね、いいですね。エイサーサーはーいやはーいやはーいや、何なんだこの音。もういいや、もういいや、もう終わりだね。霧が小さく見える。はーいや、もういいや。なんですか。は、昔あの首里の文化祭に出てて、はいはい、旗頭持ってたんですよ。すごいですね。その時に、はい、はーいやっていう掛け声があって、はいはい、それをはーいやって言いながら、はい、もういいやもういいやって言ってました。全然練習が偉かったんですね。高尾さんから、ところがね、昨年エーサーの音がうるさいという住民から苦情もあったようです。ああ、そういう祭りとかそういうお祝い事の音をあの騒音だという人もいるんですね。いいんですね、うん、まあ確かに打撃音とか破裂音ですからね、あのダンドンって音はね、うるさいといえばうるさいですよね、うん、まあ、ああいうのを受け入れなかったらうるさいといえばうるさいですよね、うん、ダンスミュージックとかうるさい、なんていうか、ダンスミュージックとかなんか、なんだ、まあ最近としてはあんま聞かないと思うけど、ヘビーメタとかそういうの音楽って、人によってはうるさい、受け付けない音楽かもしれないですね。うん、あ、高尾さんから、地域行事にも理解を示さない苦情は本当に住民かどうか不明ですけどね。そうですね、住民としてね、住民税を払ってるから住民だっていうのもおかしい話ですけどね、うん、でもまあ個人は個人で、あの
なんて安心して暮らさないといけないとか、だから東京とかなんか内地ではそのマンションでこの住民他の近所の人たちに声かけ挨拶してはいけないっていうルールがあるみたいですね。そうなんだ。そうみたいですね。それはそれでなんかおかしいですね。つながりが全くないっていうの、ここで金浜さんが大好きな個人的で個人が尊重されすぎていて、その共同体みたいなものがなくなってしまうみたいな、その言い方ができますね。恐ろしい話で、なんか個人主義みたいなものがね、もう難しい話をするといけないですか。ヤフーさんがついていけないですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。僕は何も考えてないんですけどね、何から伝えればいいのか。挨拶も禁止、世も末、世も末、末広がり意味わからない、末広がり。保育園建設にも反対とか東京でありましたのね、子供たちの声が騒音だってて。騒音なんですね。子供たちの声って天使の声で可愛らしいものなんですけどね。僕は騒音に聞こえないですけどね。あ、そうです。本当子供たちの声は、音楽ですよ。音楽なんですね。そうですね。まあでも捉えるようによってはうるさいかもしれないですね、子供の声ね。なんか子供がズワイガニ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 ってずっと言ってたらうるさいかもしれないですね、100人ぐらいがあの人称みたいにズワイガニ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 、本当だったらうるさいかもしれないですね。ズワイガニ、うん、大人も昔は子供だったのにね。マスクマンはいまだに子供なのか。うん、子供は7歳。ああ、7歳扱いあ、いいえな。あ、高本さんからエコー使いすぎ。あ、キムタクさんからグループホームの建設反対運動もあるらしい。あ、そうなんですね、怖いですね。そのグループホーム的なところに話変わるんですけど、グループホーム的なところに、あ、これは個人情報か。とある人が行くかもしれないっていう話があるんですけどね、これは個人情報だから言わない方がいいか。そうか、まあグループホームね、僕昔大昔住んでたことあるんですけど、特徴のある人多かったっすね。あの友達の話なんですけど、あの友達がグループホームに住んでて、で深夜どんどんってしだすんですよ。どんどんって叩くんですよ、とあの壁を、隣の人が、なかなかってうるさいなと思ってて、でもう毎日定時間になったら叩くらしいんですね。最初友達はなんか霊現象かなとか思ってて、この幻聴とかそういうもんかなとかって恐怖してたらしいんですけど、録音とかしたりしたらやっぱ音が入ってるんですね。でこれはなんか隣の人が何かしてるなって、何かしてんのかなと思って、でまあ友達は優しいから黙ってたんですね。で黙ってたらその隣の人が文句言いに来たんですよ。あなたがうるさいとみたいなねで友達は困って、いやあなたはうるさいですよねみたいな話したんですね。そしたら余計なんか倍増してね、その音がね、なんていうんですか、こういうのって逆恨みっていうんですかね。なんかその隣の人はなんかそのなんかそういう、まあ、心の病気でもあるので、その人はその幻聴みたいのが聞こえてて、それでその防衛反応でどんどんってやってたみたいで、でその叩いたのが隣の家の友達だと思い込んだみたいで、で文句言いに来て、で友達は、いやあなたがうるさいよみたいなね。高尾さんからなんかちょっとこの話を遮るような話が、半永久的な音ではないのにね、工事中は2ヶ月程度の辛抱ですけどね、自分自身が良ければコミュニティを全く無視してても良いというのは残念ですね。そうですね、コミュニティを無視しておいても残念ですね。個人主義っていうのは良くないですね。まあでも共同体とかみんなのためにとか言い出したらキリがないし、その排除とかね、
なんか今なんか配慮しすぎるような感じもするんですけどね、個人個人を、うん、どうなんですかね、よくわかんないですね、よくわかんない。まあ、個人に排除されて今現在僕はぬくぬくと生きている状態があるかもしんないな。そうだな、そうか、そうだな、そうだ、うん、でも何て言うか自由に生きてはいいんですけど、ある程度守るところは守って、でもまあとみんなで楽しんでるのをなんか否定されたら悲しいですね。うん、金浜さんがなんか嫌なことがあったときは悲しさって表現したらいいって言ってたんですけど、これうまい発明ですね、うん、こういうふうに言ったらなんか どちらも角が立たなく否定ができるっていうね、すごい発明だなと思いますね。悲しさとか切ないさとかいうそういう言い方をしたら、うん、なんていうか、でもうるさい音を立ててる人に悲しさって言って通用するんですかね、うん、どうなんですかね、どう思いますか、ヤフーさん。いやー、この間マスクマンが悲しいさって LINE 飛ばしてきて。あ、そうです。うん、え、なんいつ月曜日、ヤフーさんに送ったのは覚えてないですけどね。月曜日アゴラに来なかったから悲しいさって言ったのどんどん。金浜さんの言葉を、うん、引用しました。うん、ええ、あ、うん、僕も腕が痛くてね、うん、腕が痛くてしょうがないんですよ、はいはい、もう痛くてしょうがないからもう、はいはい、これでリハビリ予約は取ってあるんですけど。そうなんですね、うん、僕予約取ってるんですね、うん、火曜日に予約取ってます。火曜日に予約取ってる、そうですね、今何時だ、22時あ10ね、そろそろ曲かけましょうね、うん、あの曲ね、あの自分の曲またまたまた自分の曲っていうね、いいのかそれでっていう感じなんですけどね、うんうん、ちょっとかけさせていただきますね、うん、自分の曲でピアノで作った曲ですね、うん、ちょっとかけましょうね、うん、マスクマンでピアノで作った曲です。
でした。ピアノで作りました。はい、そろそろ終わりだそうです。皆さんまた来世っていうことでいいのかな。終わりです。どうもすいませんでした。はい、すいません。はい、行きます。あ、ここですか、ここですか。